こんにちは、和也です。今日はちょっとね、ベビーカーにつけるちょっと小物を新たに購入したので、そちらの紹介していきたいと思います。で、今回紹介するのはこちらになります。じゃん、このね、エアバギーのベビーカーにつけるこちらのバッグですね。バッグっていうか小物入れみたいな、まあ、ちょっとこちら購入したので紹介できたらと思います。まあ、たまたまちょっとベビー用品店行って、ちょっとねベビーカーのとこ見てたんですけど、まあ、エアバギーもね、いろいろなんか新しい色とか、まあ、ちょこちょこなんか変わってるみたいだったんですけど、まあ、たまたまね、そのベビーカーに、まあ、こちらのね、バッグが付いてて、まあ、元々なんかね、ベビーカーで行くときに、まあ、リュックとかね、バッグ持って行くんですけど、まあ、ちょっとなんか携帯とかお財布とか、子供が使うちょっとしたおもちゃとか、まあ、そういうのをさっと取り出せるとき、まあ、取り出したいときね、まあ、そういったときに、まあ、リュックだと、まあ、ガサガサなんかね、なんか探してとか結構めんどくさいんですよね。だから、まあ、ちょっとベビーカーにつけれるような、なんかこう、小物入りみたいなの探してたんですけど、まあ、ちょうどなんかね、エアバギーから、まあ、出てたんで、まあ、フィット感とかはわかんないけど、まあ、統一感あるかなっていうことで、まあ、こちらね、買ってみました。いくらだったっけな、結構高かったと思うんですけど、税抜きで多分6500円ぐらいだったと思うんですよね。で、これね、なんだろう、エアバギーの、まあ、コーデュラオーガナイザーっていうやつみたいなんですけど、あ、まあ今見るとアマゾンだと税込みで7150円ですね。まあ、ちょっと高いけど、まあ、ちょっとこちらね、まあ、購入してみました。で、まあ、色はね、うちベビーカーの色はホワイトのフレームとかなんで、まあ、ちょっとこういうところはホワイトのやつにしてみて、まあ、ちょっと合わせてみました。まあ他にはね、基本はここは多分黒かな。ここは黒色で、まあここのね、まあワンポイントの、まあ手に持つとこと、まあここのラインのところがちょっと色が違うって感じですかね。で、他にはまあこれの色の他に、まあブラウンとブラック、あとレッドがあるのかな。で、まあ一応ね、なんか、まあ黒だとちょっとつまんないかなと思って、まあブラウンもね、こう、まあこれもここもブラウンだから、まあ結構合うかなと思ったんだけど、ちょっと結構濃い色のブラウンだったんで、うん、だったら、まあ白にして、まあこっちはフレームの色に合わせようかなと思って、まあこのホワイトにしました。で、こちらまあね、中身は、常にね、こんな感じで真ん中と、まあ、左右に、まあ、ドリンク的なところがまあ分かれている感じで、まあ、ここはなんかね、本当に自分たちが飲むやつ入れたりとか、まあ、子供のやつ入れたりとか、まあ、一応ね、ベビーカーにもドリンクホルダーついてますけど、まあ、手元にここあるんで、まあ、便利かなと。まあ、あと、ここのがね、こう小物入れがちょっとあって、で、こっちが、まあ、一応こんな感じで中がある。で、一応ね、これがついてて、一応ね、まあ、まあこういったね、財布とかこう入れた時に、まあ、ちょっと中見えないようにこれでこんな感じで少し目隠しも、まあ、できるようなものもついていて、まあ、結構、まあ、考えられてる、まあ、シンプルだけど一応考えられてるかなって感じですね。まあ何回か使ってみて、まあ、結構ここに携帯とかね、小物、子供のおもちゃとか、あとはなんか消毒のやつとかね、あとはね、こういう、まあ、ウェットシートとかね、まあ、こういうのとか入れたり、まあ、結構容量的には多分あると思うんですよね。まあ、これ入れても全然いいし、あと財布とかね、おもちゃとか入れても、まあ、全然入るので、うん、結構収納はいっぱいあって、うん、まあ、ちょっとこれはね、一回折って入れられるような形になってるんで、うん、
で、あとは、まあ、ベビーカーにつけるときにね、まあ、ここに、まあ、こんな感じで、こんな感じで、なんつうんだろう、止められるところが、まあ、ついてる。うん、まあ、結構ね、これが便利で、まあ、ちょっとね、これ今から取り付けてみます。で、一応ベビーカーには、まあ、こんな形で、まあ、さっきのね、バッグについてる、まあ、このロックのところと、まあ、あと、まあ、このね、マジックテープで、このね、ハンドルのところに、巻きつけられるようになってるので、まあ、これをね、最初に、まあ、多分、ちょっとここはいろんな使う人によって、この距離感みたいなのがあると思うんですけど、まあ、こんな感じで、最初に巻いといて、で、巻いとけばね、後で、すぐね、ここに取り付けることができるので、でね、ちょっとね、まあ、買ってから気づいたんですけど、取り付けるのが、ちょっとだけ難しい。これ一応ね、まあ、両方これを、ここの、ちょっと見にくいか、まあ、取り付けはちょっとだけやりにくくて、まあ、ここのね、ここと、まあ、こっちに、つけるので、まあ、ちょっとね、一人でやるときはこうバッグ持ちながら片方、まあ、つけて、まあ、こんな感じになるんですよね。こうやって片方つけて、まあ、もう片方こうやってねつけるっていう感じで、まあ、つけるとねこんな感じになるんですけど、ちょっとねそこだけがね、一人でやるときはちょっとだけね、この最初のロックつけるときが少しやりにくいかなって感じ。まあでもね、一人で一応つけれるのはつけれるんで、で一応ね、まあ、バッグ畳むときはこれ取らないと畳めないんですけど、まあ、畳むのもね、ここで、まあ、外すのはね、すぐ一人でも、まあ、外せるので、まあ、結構簡単にね、取り外しはできます。なので、まあ、外でね、お店入るとことか、まあ、ベビーカー畳んでくださいって言われても、まあ、ここだけね、ロック外して取れるので、まあ、非常に簡単に取れる。で一応ね、この高さとかは、まあ、うち結構もう高い位置にここつけちゃってるんですけど、まあ、これは長さを、まあ、もうちょっと下にしたいっていうんであれば、まあ、ここのね、巻くところを少し調節すれば、もうちょっと下の方についたり、まあ、あんまりこっちの方につけるっていうのは多分しないと思うんですけど、まあ、大体この奥のところにつければいいのかなって思ってます。でね、まあ、取り外しも本当簡単なんで、まあ、こうやってね、まあ、ベビーカー置いて、ちょっとした、ね、なんか持ち運びたいって言っても、まあ、こうやって持ち運べるんで、まあ、すごい楽かな。まあ、結構これ、買って本当良かったなって思ってます。まあ、一応ね、このラインが白いのと、まあ、一応このベビーカーこんな感じでね、こういうところ、まあ、フレーム、下のところもフレームとかタイヤが白なんで、まあそこそこ回ってんのかな。一応横から見るとこんな感じです。まあ、結構やっぱここもそんなにね厚くなくて、まあそんな変な感じじゃないですよね。まあさすがに今これ一番上にしてるんですけど、これをまあ下げると、まあ前回まで下げるとこんな感じ、まあ少し当たっちゃうかなって感じで、これ結構中途半端なところに持ってこようとすると、まあ、ちょっとこんな感じでね、高さによってはこんな感じでちょっと当たっちゃうところもあるので、まあ、ちょっとそこはね、しょうがないとは思うんですけど、まあそんな感じですかね。まあ今もちょっと当たってるけど、まあ
そんなに問題はないかなって思います。まあ一応こんな感じで、まあこのね、エアバギーのバッグ、まあベビーカーにつけるバッグの、まあ、レビューを終わりにしたいと思います。まあ、なんかね、こういうベビーカーにつけるバッグ買おうかなって思ってる人とかの、まあ、参考になれば、まあ、嬉しいです。